ちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。主に代わってミリアルが担当します。私も昨日教えてもらったのですが、皆さんはオクロック熊本歌劇団を知っていますか？漫画専門の出版社である株式会社コアミックスが熊本を拠点に旗揚げした女性だけの劇団です。私も詳しくはないのですが、歌劇団と聞いて思いつくのは宝塚歌劇団、帝国歌劇団、パリ歌劇団、ニューヨーク歌劇団あたりですかね。ほぼ桜大戦でしたね。話を戻しまして、オクロック歌劇団は漫画を原作にしたライブを作りたい、そんな思いから結成されました。以下はオフィシャルサイトからの引用です。劇団名は熊本の市外局番0962歌劇団の K でオクロックと呼びます。そう、時の意味です。自分の可能性を信じて第一歩を踏み出した若者たちがこの劇団で夢の時を刻んでくれるよう名付けられました。現在全国オーディションを勝ち抜いた22名の劇団員が熊本県阿蘇郡高森町に集結し、2021年初春からの熊本市内での公演に向け本格レッスンや PR 活動、地域貢献に励んでいます。まん延防止も解除になったので公演再開です。舞台は前田敬司歌舞伎旅、肥後の虎、加藤清正編です。どんな舞台なのか気になりますね。それから歌劇団の拠点は熊本県阿蘇郡高森町に建設されたアーティストビレッジ阿蘇096です。ここで日夜練習されてるんですね。高森町にはいろいろと撮影にも行くので近々覗いてみようと思います。まだまだ顔も名前も分かりませんが、応援していきたいと思いました。教えてくれた桜のババ、城西園のおじさん、ありがとうございます。楽しみがまた一つできました。よければエルカチャンネルも応援してください。あと私はケロロ軍曹が好きなので、たまには加藤清正バージョンのケロロ軍曹を見に行ってあげてください。なぜここまでケロロ軍曹を推すかというと、私が好きなのは当たり前ですが、もう一つ絶対的な理由があります。それはおじさんの店にいきなり団子が売ってあるからです。ケロロ軍曹といえばいきなり団子ですよね。知らない人は漫画やアニメを見てくださいね。今回はここまでです。また次回も聞いてください。最後までご視聴ありがとうございました。